リフォーム塾では知らないと損する最新の有益情報を忖度なしで随時配信。見逃さないように絶対チャンネル登録お願いします。安いガスコンロと高いガスコンロの違い。はい、今日お話しするテーマは、はい、先日の動画で IH クッキングヒーター、はいはい、こちらの、高いものと安いものを比較させていただいたんですけど、はい、しましたね。今度はなんとガスコンロということで、はい、安いものと高いものどういった違いがあるのかというところについて、お伝えしたいと思います。はい、お願いします。ガスコンロといえばやっぱりリンナイなんですよ。あ、そうなんですね。はい、でリクシルにしてもクリーンアップにしても、ガスコンロ、キッチンと同時に買う場合は、はい、やっぱりこうリンナイ製のものを使っていることが多いですと、はいはい、そういった意味では、リンナイのガスコンロのカタログ、はい、これを見ながら、はい、まあ、高いものと安いものの比較を行っていきたいと思います。はい、まずガスコンロなんですけども、はい、大きく2種類学んでいただければと思うんですけれども、はい、1つはトップがホーロー製のもの、はいはい、でもう一つがガラストップコンロと呼ばれるもの。この大きく2つがあるんですけれども、はい、簡単に言うとこのホーロー製って安いんですよ。あ、そうなんですね。実際お客さん出してどれくらい提供できるか分かんないですけども、まあ、5、6万とかで、はい、出せるようなことができるものですね。はい、一方でガラストップコンロっていうのは、まあ、かなりガラスのコーティングが表面されているわけなんですけども、はい、ホーローよりも汚れにくいんですよね。ホーローの場合は焦げ付きやすかったりするんですけども、はい、ガラストップの場合は、まあ、綺麗長持ちしてくれるんで、まあ、大体こうガラストップの方をまあ弊社では出しておりますと。なるほど。でただこのガラストップの中にも、はい、まあ、いろんなグレードのものがありましてというお話が、まあ、今日の主題になりますと。はい、でリンナイの場合は、まあ、いろんなこうラインナップがあるんですけども、その中代表的に3つご紹介今回させていただこうと思うんですけども、一番上からデリシア、これ最高級のガスコンロですと。で一番売れ筋のリッセで、3つ目が、まあ、リーズナブルなセンス、はいはい、この3つの中で大体こうお客さんが選ばれることが多いですと。はい、で特にこのセンスに関してはセンスという名前じゃないんですけども、センス相当、はい、のガスコンロをよくこうリクシルとかクリーンアップで一緒に出すことがあります。普及価格帯っていう感じですかね。そうですね、はいはい、でこれなぜかというと今あの伊藤さんが言ってくれたように、はい、リクシルでいうとシエラとか、はい、クリーンアップでいうとラクエラとかっていうコンロの同じ掛け率、はい、60何パーセント引きみたいなんで出せるコンロがこのセンス相当のコンロなんですよね。はいはい、という意味でこのセンスのコンロってよくシエラとかラクエラで出すことがありますので、そちらの紹介させていただこうと思います。はい、でまずリッセとセンスの比較をしたいと思うんですけども、はい、まあ、センス相当のガスコンロってどんなのかというと、まあ、先ほど写真も出しましたけどもこういったものになりますと、うんうんうん、はい、で一方でリッセ相当のものになるとこんな感じですと。はい、どうですか、見た目で違いって分かります？そうですね、なんかでもやっぱり表面のガラスの部分の色が違うかなっていう、はい、思います。はい、まあ、そうですね、色は一番分かりやすいかもしれないですけども、はい、リッセとかそういう上位のものになるといろんな色のバリエーションの中で選べるっていうのが上位機種の一つの特徴かなとは、まあ、確かに。はい、でさらになんですけども、やっぱりいろんなところ掃除しやすかったりデザイン性が、まあ、上がってたりするわけなんですけども、はい、まあ、一番のポイントとしてはこのフレーム部分、うんうん、でセンス相当の方は枠ありますけれども、はい、リッセ相当の方は枠ないじゃないですか。あ、確かに、はい、でこれ見た目がスタイリッシュであるだけじゃなくて、はい、掃除もやっぱしやすいんですよね。やっぱりこういったフレームとガラストップの縁のところ基板のところにどうしてもこう油汚れて溜まって、それが掃除しにくいというところがありますので、はい、このフレームがないというのは掃除がしやすくてデザイン性がいいと。なるほど、はい、いうことになってきます。はい、でこの写真でちょっと見にくいですけども、はい、フロントのまあ操作部ですね、うん、はい、これも左センス相当とリッセでデザイン違うの分かります？そうですね、ボタンが丸いところとかですか？はい、ボタンが丸いのかレバーになっているのかというところで間違いがありまして、はいはい、これ丸型になっていると今火がついてない状態ですけれども、はい、完全にフラットになっているんですよ。はい、なるほど。一方で何も火がついてない状態でも出っ張りがある、はいはい、やっぱフラットの方がまあデザイン性がいいというところで、はい、リッセの方がやはりデザイン性がいい設計になっております。はい、っていうのがまあ見た目の違いですね。はい、はい、まあ、さらになんですけれども、はい、まあ、これ見た目の違いって、まあ、別に見た目違うだけやったら全然安い方でいいでと、うん、で今回の、リッセとセンスでどれくらい値段が違うのかという
と、大体こう定価設定で7万ぐらい違うんですよね。はい、はい、リッセが60センチ幅の、まあ、シルバーのもので22万5800円、でセンスが一方で15万2300円というふうになっておりまして、はい、ちょっとこれ掛け率、まあ、お客さんの出し値も違いまして、はい、リッセの方は大体こう 70% ぐらい、定価 70% ぐらいするような商品になりますので、はい、お客さんへの出し値が15万8060円と税率となっておりますと、はい、一方でセンスっていうのはもう少しお値段落として提供できますので、定価の 60% の9万2380円というふうな感じになってきますと。結構価格差ありますね。はい、まあ7万、まあ、税込みで言うと7万ぐらいの差ということですね。はい、まあ、参考にこう工事費、右に処分費込みで4万って書いてますけども、そちら足した合計金額、税込み金額が、リッセの場合は21万7866円に対して、はい、センスの場合は14万4518円と、はい、いうことになってきますと、はい、まあ、そういった意味では予算20万円になるとちょっとリッセの場合はちょっと厳しくなってくるかなというところですよね。デザインだけだとちょっとまだ、そうですね、リッセはって思いますね。はい、じゃあこのリッセとセンスでどういった違いがあるのかというと、はい、やっぱり前この IH の時の話題になったグリルなんですよね。はい、でグリルっていうのが、はい、まずセンスの場合は、はい、まあ、よくあるその火力は自分でこうやって調整して、はい、でそれでタイマー自分でかけるっていうそんな感じですね。はい、だからそれをどんな、まあ、焼き魚にしようが何しようが自分で調整するっていう感じですよ。で一方でこのリッセになると、はい、まあ、メニューをいろいろ選べるんですよね。はい、焼き魚とか、まあ、お肉とか、うん、なるほど、まあ、あとメニューを選んだ後に焼き加減を選んでポチってボタンを押すだけなんですよ。うんうん、はい、これがリッセになるんですよね。はい、でなおかつなんですけども、はい、やっぱりこの魚焼き器グリルってやっぱ網になってるじゃないですか。はい、あれがやっぱりね汚れがこびりついて、でなおかつこの庫内が、うん、あの汚れが、ね、掃除がしにくいというところで、はい、まあ、どうしてもこう魚焼き器使わない人って多かったりするわけなんですけれども、はい、このリッセになりますとこのココットプレートっていうのが標準でついてくるんですよ。はい、まあ、これカバーを外したものがです、ね、あ、全然網じゃないですね。はい、なので、まあ、網を使わない分網汚れることもないですし、はい、まあ、こういった上の蓋もつけてあげることによって、うん、そういった油の飛び散りっていうのは、まあ、比較的軽減されるかなと思います。確かに、はい、まあ、これがリッセとセンスの違いになります。はいはいはい、なので、まあ、大きくは正直なところグリルを使うのか使わないのかってところでこのセンスかリッセか選んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、わかりました。で最高級のデリシアとリッセ、はい、どんなところが違いがあるのかってちょっと興味出てくるじゃないですか。はい、でデリシアっていうのはこれなんですよ。で先ほどのリッセというのがこちらになりますんで、はい、あ、並べてみるとやっぱり結構差感じますね。はい、ほぼほぼ結構この7万の違い結構デザインによるところも大きかったりするんですけども、はい、一つ目の違いとしてはまずそのデザイン性として、まあ、これ高級感のあるゴールドっぽいような、うんうん、はい、デザインを選ぶことができますし、はい、この五徳、五徳って何ですか。はい、この、 あの鍋とか乗せる部分のこの金具の部分ですね。はい、はい、リッセの場合は黒色ですけれども、はい、デリシアの場合はシャンパンゴールドみたいな感じの色になってると思うんですけどね。はい、はい、この五徳が、はい、リッセとかセンスの場合は放浪性なんですよ。で先ほどお伝えしたように放浪っていうのはどうしてもこう焦げつきやすかったりするわけなんですけども、うん、はい、デリシアの場合はこれピュアステンレス、はい、ステンレスなんですよ。なるほど、はい、だからこんなに輝いてる光沢があるんですよね。うんうん、で見た目が全然違う。そうですね、見た目がすごい違うなと思います。はい、そうですね、はい、であと後ろのあれですね、はい、煙が出てくるところ、はい、グリルの煙が出てくるところっていうのが、うん、リッセの場合はこうビーって、はい、プレート貼られてると思うんですけども、極力そのプレート小さくして、はい、あのフラットの部分が多くなっているっていうのがデリシアになってますと。うんうんうん、でちょうどこの後ろの、はい、排気口の話出たんで、はい、もう一点、センスとリッセの違いをお伝えすると、はい、これスモークオフっていう機能ついてまして、はい、まあ、簡単に煙が、はい、出る量っていうのがリッセとセンスで、はい、リッセの方が抑えられていると。あ、そうなんですね。同様にデリシアでも抑えられているという機能がついております。なるほど、はい、なおかつなんですけども、はい、このデリシアとリッセっていうのはよりオートメニューっていうのが充実してますと。はい、でじゃあそれはどうやって充実させてるのかというと、はい、使える調理器具というのが先ほどリッセの場合は、はい、ココットプレートというのをご紹介したかと思うんですけれども、はい、デリシアの場合は、はい、ココットプレートだけじゃなくて、はい、この右側のザ・ココットという調理器具も合わせて使うことができるんですよ。うん、どうやって使うものなんですかね。はい、こちらは、はい、まあ、鍋の形状になっているはいはい、なので焼くこともできれば煮ることもできますし、うん、蒸すこともできると。お、はい、めっちゃ万能ですね。はい、いろんな用途で使えまして、うん、なおかつコンロの
ガスバーナーの上でも使えますし、はい、グリルの中でも使えるっていうのもあるんですよ。 なのでこのザ・ココットに関するオート調理の機能がいろいろと充実しているということになっております。でこれリッセでもそうなんですけども、はい、デリシアではスマホと連動しておりまして、まあ、それ専用のアプリを導入することによって、はい、まあ、そのメニューも随時更新されるということで、はい、まあ、そのメニュー通りにやっていって最後このグリルとかバーナーの上を置いて最終そのポチって、はい、押せば自動でメニュー通りの美味しい料理が作れるってことなんです。なるほど。はい、だこういうのも含めてじゃあどれくらいの金額差あるのか見ていきたいと思うんですけれども、はい、デリシアの場合はなんと定価30万超えるんですよ、うん、はい、高い。で掛け率でいうと、はい、まあ、1世と同じぐらいになるんで、はい、70% 仮に置くと、はい、今度の商品代だけで23万790円と、うん、はい、でもしこれ交換の場合は処分費込みで4万の費用かかるとした場合に最終税込み金額としては29万7869円ということで、大体こう予算としては30万円ぐらいで、はい、まあ、見ていただけたらなというふうに思いますと、はい、まとめになるわけなんですけども、はい、魚焼き器を使う人に関しては、まあ、リッセぐらいまで上げてもいいかなと思いますし、はい、なおかつその料理の幅を充実させてデザイン性もこだわりたいっていう人は、まあ、デリシアまで上げてもいいのかなと、はい、いうふうに思いましたので、はい、ぜひとも参考にしてください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。